立つたき立田清達つたつ8月から1942年7月28日は、日本の内務、警察官僚、幹線県知事、岐阜県吉木郡出身、第七高等学校増士官を卒業。1916年、東京帝国大学法学部法律学科を卒業し、定新省に入章。1918年10月、 高等試験行政科試験に合格。1919年、内務省に展示鳥取,取り県属となる。1919年、香川県警察部刑務課長に就任。以後、神奈川県警視、内務事務官、徳島県書機関、警察部長、茨城県書機関、警察部長、熊本県書機関、警察部長などを歴任。1929年、 朝鮮総督府に転じ同事務官、刑務局図書課長、同保安課長を務める。1933年、山梨県内務部長に転じ、1935年1月、宮城県書記官、総務部長に就任。1936年4月、鳥取県知事に就任。全民知事の方針を基本的に踏襲し、従来の事業を見直した財源により、 県立網和学校の創設、水産試験船建造、鳥取県新公会の設置などを実施した。1939年1月、千葉県知事に転任。戦時体制の確立などに尽力。1941年5月に知事を退任し、同年に退官。その後、住宅営団理事となった。ありがとうございます。